人が社会の中で起きた出来事をさも自分自身のこととして扱わないのは、それは自己防衛のためである。これは昔々どこかで生きてたらしいとあるお偉いさんが残したありがたいお言葉である。その通り、その通りだと思う。いや、その通りなんだよ実際。だってそうだろう。今日頻繁に起こる殺人事件や事故、今朝未明何々県の誰それさんが亡くなりました、交通事故に遭いました、暴行を受けました、バッグをひったくられました、いちいち自分のこととして悲しんでお涙流したりしてちゃ水分がいくらあっても足りないよ。だからそう、今日家の外でパトカーのうるさいサイレンが鳴っていてもまるで気にも留めなかった。自分には 0.0000001% も関係のないことだと思っていたんだ。何せちょっと遠くの他人にはまるで関心のない日本人の一員なんだしさ、当然なんだろ。だもんでさ、その目出し帽を鼻までかぶった男が運悪く鍵のかかっていなかった玄関のドアを開いて、目の前にいた哀れな子羊に向かってブサイクな黒い塊を突きつけ、静かにしろと怒鳴った時にも、まるで警戒感ゼロのまま廊下にあるトイレのドアの前で余計な時間を割くためにベルトを外したズボンのチャックを片手で半分下ろしながら、トイレのドアノブにもう片方の手をかけてた、まさにそんな状態だったんだよね。全世界全歴史見渡しても千年に一度あるかないか、いやないなって状況だよ。状況を把握して覆面のやつあんぐり口を上げてやがんの。まあお口あんぐりはあちらだけじゃなくて、正直にもちろん二人ともだったけどさ、あんまりびっくりしたんで尿意も引っ込んでたよ。無言のにらめっこ。けど正気に戻るのが早かったのはこっちの方だよ、それは言える。で、はっと我に返ってまずしなくちゃいけなかったことは、もちろんチャックを閉めてズボンを直すことだったのさ。向こうがいくら知恵がなさそうに見えても、この状態じゃどう頑張ってもこっちの方が野蛮人だからね。でもその瞬間、覆面はこう叫びやがったんだ。動くな。その声は近所の動物園にいるゴリラのラー君が客のカメラの強烈なフラッシュに驚いた時の叫び声とそっくりだったね。いやほんと、あんまりそっくりだったもんでズボンを直そうとしていた手も止まっちゃった。しかしだよ、動くなっておい。普通はそんな趣味の悪いピンクパンツ覗かせてんじゃねえ、さっさとしまえとなるんじゃないか。普通はさ、まあ普通じゃないんだけどな、この状況。動くな、動くんじゃねえぞ。あいつはそう言ってその手に持ったこじんまりした銃を改めてこっちに向けた。もう一方の手にはこれまた小さい黒いバッグが大事そうに抱えられていて、自分は銃よりそっちの中身の方が気になったんだけど、仕方なくゆっくりと両手を上げた。完全に参りましたのポーズだよ。ラー君が興奮した時によくやるポーズだよ。しかも奴の命令通り黙ったまま。こんな夏の日に黒いジャンパー、黒いジャージ、黒い目出し帽ってやつの言うことを聞くのはどうにも尺だったけどね。お口のチャックは閉めたんだからさ、下のチャックも閉めていい。とすら言えなかったのは、動くなって言葉が示す範囲にこの口が含まれているかどうかが微妙だったからで。まあ今にらめっこしてるあのリボルバーはどうもモデルガンに見えなくもなかったんだけど、今じゃ日本って言ったって銃なんぞ珍しくないだろ。山かけて抵抗してズドンで死んじゃアホだなと思ったのさ。それにさっきから少しズボンが重力の力に屈服して下方にずり落ちてきていてね、この状態じゃまともに動けるかどうかすこぶる怪しかったんだ。覆面野郎はずかずかと家の中に入ってきた。靴のままでさ、それ見たらさすがにあって声が出たね。外人じゃあるまいし、あ、いや外人かもしれないけどさ、いやさっきの声からすると変人って可能性もあるな。ラー君の親戚かな。無駄に黒いしさ。後ろを向け。
はいはい、そんなに怒鳴らなくてもちゃんと聞こえるよ。耳はついてんだ。ほら見えるだろ。まったくバカだね。覆面のセンスも悪いしよ。さっさと早くしろ。イライラしてるな。心の声だったのに、どうやらちゃんと伝わったみたいだ。とかなんとか思っていたら、覆面野郎はどこから取り出したのか、何に使ってたのか、ガムテープを取り出して後ろに回したこちらの両手を背後からぐるぐる巻きにしやがった。口は巻かれなかったからよかったけど、声を出したら殺すぞと言われていたので、できればズボンもずり上げてからにしてくれないと頼むことは断念せざるを得なかった。無念だ。どうもその場に留まることを知らないのか、無情に徐々にずるずると下がってきている。というか、だったら口にも貼れよ、ガムテープ。ところで、そのあたりになってようやく、一体全体この男は何なんだという至極当然の疑問がふっと湧いてきた。この全く不可思議な状況を断片的な情報に憶測を十二分に交えて整理してみる。おそらくこの覆面野郎はどこか銀行とか郵便局とか金のありそうな場所で、いわゆる強盗というやつをしてきたんだな。で、途中までは成功したんだが、どこかでヘマをやらかした。警察を呼ばれてしまったんだな。急いで逃げようとしたけど、サイレンの音はもうすぐそこまで来ているし、逃走者もない。これじゃあすぐに捕まってしまう。で、パニックになりかけたこいつの目に一軒のボロい平屋のアパートが映った。そこが自分の今現在の住みか。要するにここだったというわけだ。大体はこれで間違ってないと思う。しかし、はた迷惑な話だよな。なんでこのアパート？なんでこの部屋なの？実際宝くじの一等が当たるより低くね？真っ昼間だし。犯行現場が近かったのかな。ということは、襲われたのはあの近所の銀行だったのかも。あそこ美人でボインな従業員さんがいるんだよね。おい、何もしてねえだろうな、こら。両手をぐるぐる巻きにし終わると、覆面は哀れな人質一名に居間の隅に座ってるよう乱暴に指示した後、反対側の窓のある壁際でこちらに銃を向けたまま、しきりにカーテンの隙間から外の様子をうかがっていた。で、次にポケットから携帯電話を取り出して誰かに電話をかけているようだった。もしもし、俺だ。やっちまった。やっちまったよ。つながった気配があった途端、覆面は、やっちまったと早口で連呼する。まあ、その姿は落ち着きがないし、なあ、助けてくれよと哀願するその姿は、大の大人としては実にみっともない。は？何？その瞬間、言葉のトーンがトーンと上がった。いや、ギャグじゃなく、本当にそんな感じだったんだよ。ちょっと待て。おい、おい。どうやら頼りにしていた人物から見捨てられたらしい。がくりと肩を落とすと、覆面はその場に崩れ落ちるようにして腰を落とした。チャンスだ。そう思ったね。チャンス。この状況を打開する絶好のチャンスだと。いわば幸運の女神が前髪振り乱してきたってやつだ。だから意を決して、あー、ちょっとこのズボンをさ、ちょっと直そうと思うんだけどいい？そう言おうとしたんだ。うせえ、黙ってろ！パン！意外に間抜けな音がして、右耳から約5センチ右の壁が一部分吹き飛んだ。覆面の手の中の銃が火を吹いたらしい。で、今は煙を吐いてるんだが。やはりあれは本物だった。やれやれ、日本も危ない国になったものだな。死にてえのか、このガキ。もう一発銃声が鳴った。今度は頭上10センチ。うひゃ、危ねえ。ビビりすぎてなんか体のどっかがキュンってなった。無論誰かに恋した時の擬音ではない。いや、死にたくはないよ。本当だよ、マジ話。だけどでございますよ。私はですね、人前でズボンずれててパンツ丸見えという非文化人的な状態をこれ以上維持していたくもないわけでありまして、無人島に一つだけ持っていけるなら何するという質問に、服は含まれないのですよ。お分かり？
何が言いたいかというとですね、服は人間の象徴みたいなもので、だから今この状態は私にとっては非常に恥ずかしいわけなのですよ。はい。あ、くそ。覆面は覆面をしているにもかかわらず表情がとても豊かだ。野郎は何を思ったか、いきなりテーブルの上のリモコンを取り、テレビのスイッチを入れた。そして出てきた画面を片っ端から変える。一体何がしたいのか。あ、 NHK はやめてね。受信料払えてきた時にイルス使いづらくなるから。出会ってねえんだよ、という叫び声とともにリモコンがこちらへと飛んでくる。今度は顔の左1センチをかすめ、壁に当たって床に落ちた。しかしこいつはさっきから当てるつもりなのに、コントロールが下手なのか、それともうまく当たらないようにしてくれているのか、どうもよくわからん。しかし何がやってなかったのだろう。もしかして自分が起こした事件がニュースでやってないことに腹を立てているのだろうか。だとしたらかわいそうだ、いろいろな意味で。というか、穴とかへこました壁とか後でちゃんと弁償しろよ。覆面はそのまましばらくうなだれていた。背中を丸め、後頭部にポコンと突き出たああいう帽子特有の小さな団子みたいな膨らみが、どこか哀愁を感じさせる。まあ、それっぽっちの哀愁を感じたとこでどうということはないけどな。やっぱ捕まるのかな。そんなこと至極当然当たり前だの、缶コーヒーだろう、と心の中で唾を吐く。なあ、お前はどう思うよ、とここでなぜか意見を求められる。答えろよ。そしてまた銃を突きつけられる。しかしまあ、その態度が人に物を尋ねる態度かね。実際こいつの相手にはもううんざりしていたのだが、仕方ないので正直な意見を言わせてもらうことにする。いやー、そんなことよりこのズボンをね。うら、覆面が吠えた。腕を伸ばしたその銃口はまっすぐこちらを向いている。そしてカチリと音がした。またカチリ、すぐにカチリ、カチリカチリ。あれ、覆面が慌てふためいている。弾切れのようだ。バカめ、強盗先で何発か撃ったんだろう。チャンス、二度目のチャンスだ。今度はやれる。前髪しかないという幸運の女神は無情にもついさっき目の前を通り過ぎていったわけだが、あいにくこっちはそのつるっぱげた後頭部にくっつくための吸盤を隠し持っていたのだ。わははは、といったところか。覆面をきっと睨みつけ立ち上がった。後ろ手に縛られているが、奴は銃の弾が切れたことで慌てふためいている。今しかない、今しかないのだ。ズボンを、いや、この恥ずかしい状態をどうにか元に戻すのだ。だがしかし、まさにちょうどその時だった。トトトッという玄関のドアが蹴破られる重い音とともに、ズボンが膝まで落ちた。いやいやいや、違う。いや、違うことはないのだが、というかむしろこちらの方が重大な事態なのだが、ドアが開くとともに大勢の警官が部屋の中に流れ込んできたのだ。これまた土足で。そして覆面男はあっという間にあっけないほど簡単にその場に取り押さえられた。まあわずかに抵抗はしていたのだが、何せ銃に弾は入ってないし、文字通り無駄な抵抗だった。君大丈夫か。覆面の怒号と警官たちの罵声の中、その警官のうちの一人がそう尋ねてきた。その声は存外心配そうで、理由は多分というか確実に情けなく膝まで落ちたこのズボンのせいだろう。あれれ、助かったはずなのになんだか泣きたくなってきたぞ。へえ、大丈夫です。しかしこれは当然のことなのですと、あくまでポーカーフェイスを気取る。だから両腕からガムテープが外された後もすぐにズボンを上げることはせず、堂々とそのままでいたんだ。その行動は何もなかったんだよと強調したかったのか、それともここまで大勢に見られたならもうどうということはないという開き直ろうとしたのか、はたまたアブノーマルな露出狂への道を一歩踏み出したのか、自分には分からなかった。いや、最後のは違うけども。警官は困惑していたのだろう。本当に大丈夫か。その、
そんな困ってしまってワンワンワワンのおまわりさんは一旦無視してさっと視線を廊下に向けた。そこには手錠をかけられ警官たちに囲まれ、先ほどとは打って変わって背中を丸めておとなしく連行されていくラー君や覆面野郎の姿があった。なあ、その惨めな背中にようやくこう問いかける。もうズボン上げてもいいかな。覆面は振り向かなかった。今後の自分の境遇を想像するのに夢中で、声自体届いていなかったのだろう。どうして、こんなに早く、どうして、と上ごとのように繰り返していたけど、それあんた2発も銃声がかすりゃな。そして覆面は警官たちが突入の際乱暴に開け放ったからか、微妙に曲がっているような気がする薄くてボロい玄関のドアから、とぼとぼと出ていった。その行き先は刑務所という名の動物園か。しかし、やっとこさ言えたっていうのに返答なしとは、いや残念だ。だから、いいですよね。行き場の失った質問を目の前の警官にぶつけてみた。もちろんその警官は鳩が豆鉄砲を食らって風穴開けられた自分の鳩胸を眺めつつ、嘘、何これ、みたいな顔をして、いや、履けばいいんじゃないかな、ってな感じの至極真っ当な回答をくれたところで、この真っ昼間の強盗&立てこもり事件はハッピーエンドでってもって幕を閉じるわけだ。ちゃんちゃんと。あ、ちなみに後に知ったことだが、覆面が強盗に入ったのはやはり近所の銀行で、あのボインで美人なお姉さんは無事で特に何もされてないとのこと。よかったよかった。まあでもそれは当然だろうな。何せこんなに若くて可愛い女の子がパンツ丸見え状態で行ったってのに、それに対して何の反応も見せなかった、ある意味失礼な野郎なんだからさ。